どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。改めまして、前回のシーズン本当にお疲れ様でした。ですね、まあ、昨日、それこそまだトラゲの動画出したんですよね、シーズン終わったんですけど。で、今回から、新シーズンの、動画になります。でですね、まあ、ぶっちゃけさ、コメント欄でめっちゃもらってたわけよ。キヨキヨさん、キヨスパどこ行ったんすかと。キヨスパで展開行くんじゃないですか。キヨキヨさん、キヨスパ泣いてますよと。いただきました。で、まあまあ動画ではね、まあ言ったらその本当に展開を狙えるときに、ガチで狙いたいっていうところで、まあこのゴブジャイスパーキー使っててね、言ったら僕のお箱の一つとして、まあ入れたんじゃないかなと思うんですけども、こちら、ただいま、お待たせしました。いやー本当にね、ただいまですよ、このデッキに関しては。本当にその僕のね、もう勝手に師匠としてね、なんかすごいパコリズムさん、ありがとうございます。僕ですね。僕は勝手にね、師匠扱いさせていただいてる、アシツニさんっていう、あれ、アシツニさん。アシツニさん、あれ？待って、俺アシツニさん、え？待って、俺ワンちゃんフレンドき、ちょ待って。あ、いた、よかった。びっくりした。僕さ、展開に行けないレインボー技だったじゃん。ね、本名にしたら、本名キヨキヨにしたら切られちゃったのかと思ったけど、もうこれしゃあないよね、外国人ですから。アシツニさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方が本当にもかっこよくてね、私もこのデッキバグらせていただいたんですけども、このキヨスパって言うんですか。いやー、ちょっと使うの怖いです、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ怖い。なんかさ、下手くそになってる感がすごいもんね。で、今ちょっとごめんなさい、筋トレしてて、今まで。筋トレしてちょっと汗かいてます。そう、あと体がめっちゃもう、だらーんとしてます。もう、筋肉、使い果たした感がね、いいんですよ。もう最近僕外出禁止してるんで、自主的に。ポン！行きましょうか。そう、だから、でもね、プロテインと、グルタミンと、マルトデキストリン取ってるんで、栄養状態はマックスです。うわー、待って！よろしく。僕ね、実際ぶっちゃけると、これ、使うの1週間ぶりぐらいなんですよ。実はですね、僕、トラゲで沼った時に僕このデッキ使ってみたんですよ。ボコボコにされました。そりゃそうだよね、久々に使ってさ、久々のデッキを使ってトラゲで勝とうなんて、そんな安直な答えはないよ。いいんじゃない。なるほどね。これはやめ、どうするんだっけこれって。俺ここでベビドラ出さないの正解、ベビドラじゃねえ、メガゴ出さないの正解だと思う。で、どうするかだよねこれ、マジで。ローリングウッドとホグ、ザップ、うわー、ホグファルチか。え、ホグファルチってさ、ロケット入ってないっけ。あんの。一回つけてみるけど、あんの、教えなさい。ペッカ、いらんか。あ、オッケー。え、なんでやし、今ザップの方が早かったんじゃないの。いや、オッケー。ただし、これ入るよ。ローリングって打つ？ローリングって打つ？言うの。打て！あー、もうそれ出た。ローリングと警戒で。あ、オッケー。なんでこんなうまいんですか？ねえ、なんでこんなうまいんですか？本当に。え？本当になんで？うわ、マジか、マジで。これ右捨てますか、やばい。ペッカファルチェホグか。何それ相手、何ちょっとカッコつけてんの。カッコつけてないから、よろしく。行きましょう、します。ですよね、ファルチェ。でもあとスケルトン部隊もあるか。よしよし、つけて、しゃあいくぞ。なるほどね。オッケー。おいしい。なんなら、おいしい。ここは、こっちにしよう、あえて。うわ、怖っ。オッケー。で、ここで2周目ちょい。オッケー。ローリングとないよね。スケルトン部隊。オッケー、ザップある。これ、左無視しましょう。いや、無視すると見せかけて、これで、2クラウンプレッシャーかけます。オッケー、ローリングと使った。で、こうスケルトン部隊こっちか、オッケー。ガゴメかな。オッケー。何で守ってくれ。守ってくれ。オッケー。めっちゃ入る。ホグ用に取っとくか。ローリングと先打ちしてくる気がする。できません。はい、ガゴつけました。で、ここで、ファルチが嫌なんで、はい、こっちずらします。スケルトン部隊。
いや見てますよ見てますよ。ただしかし入る位置に、やべえ、早め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 、こっちおいで、よしオッケー。でここでここでここでスケルトン部隊邪魔ですよねと、あーそっちか、ここ裏、あーざん、オッケー、よし、いや入るよね、大丈夫、これ守るね、あーオッケー、怖っ、勝ちました。まずえ相手上手くね、なんか相手上手くね、めっちゃ怒るじゃん。相手なんか、読んできたし、あーすいません、ありがとうございます。これさ、右上のこれハートボタンってなんか意味あんのかな？ぜひなんか、休業あったら、いいねしといてください。わかんないけど。で、これちょ、今見とこう。でもさ、いい相性に勝てたくない？ちょ、もう一回行こう。やばい。楽しいな。はい。行きます。ポン。注意します。どれぐらい集中できるかが勝負だからね。相手がロケットとか持ってた時に、やっぱどれだけ集中力切らさずにいけるかっていうところだから、スポーツだからやっぱクラロマ。あー、また言うの忘れた。あとで言います。クリエイターコード、キヨキヨ応援してくださる方よろしくお願いします。宝箱の下にあります。よろしくお願いします。よろしく。小屋スケラかな、わかんないね。小屋タルババでしょ、小屋ゴレって今あんの、小屋ゴレって俺初めて言ったけど。よしよし。またペッカー？じゃあ逆サイコ。なんか、いいね。この感じ、このノリで逆サイコって言えんのいいね。なんか、コンビニ行こうみたいな感じでさ、逆サイコって言うじゃん。俺。めっちゃいい。今俺行けてた。うわーロールベビーロールベビードロー、お前そこそこ優等生ですね。ただ左は、しっかりと落としていく。これザップやばい、ウッドあるの、オッケーオッケーオッケー、うまっ、俺うまっやばい、うぬぼれんなって言われる、うぬぼれ、ジボレと書いてうぬぼれ、うわーちょっと嫌ですね、この右800がすごい嫌だな。相手の主力カードってなんだ、ペッカディガー、すげえデッキだな。あーオッケー、これスパーキル受けていきましょう、よろしく。逆サイ、逆サイペッカ来い、逆サイペッカ来い、釣りたい、ジャイで。なるほどね。なるほどね。うん、相手、エリア通りまさか、超やばい。超取ってる説ある。相手落ちた、相手落ちた系ビーボーじゃない、相手落ちた系ビーボーだよね。なな、全然落ちてない。うわー、これペッカ当ててくるパターンか。エレキ、入ってる入ってる。いやー、めっちゃ来るな。もう早くエレキ、こっち来なさい、早くエレキ。そっち？ポイズン、ポイズンやめて、ポイズンなし、ポイズンなし、オッケーオッケー、ポイズンなしっつってね。あー、ポイズン、それは美味しい、それは美味しい、逆に。まあこれ右形作って終わりがいいかな。あー、調べ、あー、でもそれちょっと嫌かもしんない、それ美味しいっすね、ちょっと嫌だかもしんない、これスケルトン部隊で OK 作った、 OK ルーブラ追加しとこう、 OK あれなんか俺いいな調子が、で OK、 いいよいいよ、でここでディガー、よし2連勝、まあ言ったらトロフィーはさリセットしたてだから、天、ほんと、8500トロフィーとか言ってる人は、5800に戻されてるのかな？で、僕が、展開は5400ぐらいに戻されるんだけど、いいね、いい調子だね、いきます。で、なんかもしかしたらさ、なんか、クラマの基礎的なところを学べたのかもしれない、前回の展開チャレンジで。なんか相手の手札回りとか、よろしく。そういうところを学べたのかもしれないな。いやーでもすげえ嬉しい、個人的に。なんか、もちろんさ、言ったらまあ展開が、前まではさ、3000人とかだったわけじゃん。だけど言ったらこう、今回のさ、展開の、リーグでこう、何人も出たんだよね。そう、だから、人によってはもちろんさ、なんていうかな、そんなの誰でもできるわ、みたいな感じなんだから、全員がこう、納得する結果じゃないって僕はもちろん思ってるんですけど、いやなんか僕の中ではやっぱそういう、クララは真摯にできたこととか、
なんか自分で宣言してできたことが嬉しいですね。あとはそれプラスでクラナの基礎が学べたと思う。うん、やっと。うわー、ゴレちゃんか。ちょっとすげえ嫌っすね。すげえ嫌っすね。なんかオッケー。うん、なんかすげえ嫌だな。こっち流しといて、スパーキー1体だけで防衛したいですね。オッケー、よし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 。ここでライトニング、トレレライトニングだっけ。テンプレ、何テンプレでもなんかライトニングだって気すんだよな。すげえやだ。くんな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 、まだくんな。いや来た。いやでもそれちょっと美味しいな、それちょっと美味しいな単体は。いやまだちょっと早い。オッケーオッケー。でベビーちゃんがあるから、でも取れないんだよね。だからちょっとここ外して、あーやめて、ベビードラムくな。よし、1体残ってる、1体ゴブリン残ってる、1体ゴブリン残ってるよ。このサクちゃんが強いからね。え、残ってない、残ってない、え、残ってないっすか。うわマジでやだわ、辛い。よろしく。トルネ使った。お、すげえやだ、すげえやだ。でも逆にガゴムで止められないでしょ、ベビドラじゃないと。ベビドラはこっち受けた。いらっしゃいませい。やべ、あい、逆にいらっしゃられたな。いやー、ライトニングは岡村か。いやー強い。いやー、うわー、ちょっと負けた。ジジ、あれジジ、ライトニングは岡村っすね。え、これどうやって勝てばいいんだろう。俺思ったのはメガゴ取っといて、相手がここでズドンしてきた瞬間に今逆サイジャイメガゴで、で相手がこれ出してきたらスパーキー行ったら守りたいって感じかな。うん。で、なるべく浅い位置に出して。マジか。ゴレライトニング、トルネ、タルバムなんだ。ちょっと俺ね、定型文を、定型文じゃない。定型を覚えないとね。ちょ、ラストいきます。ペン！あのさ、これちょっと裏話になるんだけど、ちょっとここまで見てる人ちょっと多分あんまりないと思うからさ、よろしく。ちょっと何？ 13 分50秒、キヨキヨ、裏話みたいな感じで書いといて。見たくなるじゃん。僕、まじ、天海堂の、ラストの動画、本当に一番反響があった動画で、マジで、僕、椅子に一回こう、ここ、こうですね。ここにこう、椅子に、こう、もたれかかるシーンが一回あったんだけど、勝った瞬間に。俺、その時マジで、なんか、本当にクラクラしてて、動画だと、なんか、おっしゃーとか言ってたんだけど、実は、あの時マジでぶっ倒れそうだったっていう。うまっ！ちょっと上手くない？そのエレキ、そのエレキ時給いくらよ。何回ジュンジュンした。 OK、 おいしいおいしい。あれ、これ下向くんじゃない。また下向くよね。お前下向けよ。今下向いただろ一瞬。これ、あ、まあまあ入んないですね。うん、エレちゃん、エレちゃんやっすね。どうしましょうか、どうしましょうかね。まあ一回これ流して、まあ、様子見っすね。あはー！うわ、なんか相手絶対、生き生きしてる、今。今、絶対生き生きしてるよ、この人。よし。じゃあ、ここで出しても、エレキでぶっぱされるんですよね、結局。だって結構見てるんですよ、相手。しかも、ローリングウッドの位置。これでもう、うまいっすね。見てますよね。よし。これはいいメガゴじゃん、いいガゴムですね。うん、いいガゴム。おー、ポイズン、おいしい、おいしい、おいしい。なんかね、攻めが単細胞生物っすよね。なんか。うん、前ってローリングとねえよな。ワンチャンここで。なるほどね。
これ美味しくね、これ鬼美味しいっすね、これオニオンっすね、これオニオンで、エレキあるけど、エレキあるがそんなの知らん。はい、オッケー。いや、きついなぁ、ちょっと待って、なんかやっぱきついよなぁ。なんかきつい、違う、やりたいことじゃない、こガチ願望へして、あー攻めてくるな、スピリットも入れたくない、オッケー、美味しくね、え、これいけるくね、これワンチャンいけるよ、ワンチャンいけるよ、お、来た来た来た、ワンチャンいける、ディガー、ディガー君、いや、頼む、撃て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 、今すぐ撃て、よっ、あー49 届いた、妻めっちゃ飛んでた、届いた、今すぐ撃てっていう指示届いたよ今すぐ撃て、届いた、今すぐ撃てっつっちゃった俺今、いや、ジグジよかった、最高勝てて、ということで今日はですね、ご視聴ありがとうございました。マジで、またね、いやマジで、こう、気を使ってさ、展開行くシーズンも欲しいんだけど、ぶっちゃけいつになるか分かんないっていうのはありますけどね、さすがにこれ5000いったデッキは、まあ言ったらジャイスパなんで、狙うときに狙ってね、行きたいと思ってます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録こちらもち、チャンネル登録していただけますとね、次回の動画を見逃さずに見れると思います。クララは毎日2本投稿しております。そして、あ、これだ、クリエイターブースを応援してくださる方、今日よろしくお願いします。そして、おすすめ動画ありますんでね、まだ見てない動画ある方はぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。